マルコの世界は僕を飼いならしてたいみたいだ。望みのリーダーロ、美しくもがくよ。互いの砂時計眺めながらキスをしようよ。さよならから一番遠い場所で待ち合わせよ。辞書にある言葉で出来上がった世界を憎んだ。万華鏡の中で8月のある朝、君は僕の前で歯に噛んで済ましてミスター。この世界の教科書のような笑顔で、ついに時は来た。昨日までは序章の序章で飛ばし読めでいいから、ここからが僕だよ。経験と知識と髪の生えかかった勇気を持って、未だかつてないスピードで君の元まだいぼうただの身の中で生のルイコーラに、ここでないどこかを夢見たよ。教室の窓の外に電車に揺られ運ばれる朝に、oh。